さあ始まりましたマーケットアナライズです岡崎さん今週は一体何があったんでしょうか今週はねあの実は10月4日投資の日だったんですよはいはいはい投資の日にですね、うん、投資なんかしちゃダメだみたいなですね <laughs> そんな展開になってですね <laughs> いやー別の番組出てたんですけれども、えー、もうあの一心でその責任を負わされてですね <laughs> <laughs> とても辛い思いをしたというのがありました。んみんな天やを舞いだったと思います。そうですよね。うん、本当あの下半期が始まったからあの下がってスタートするのは仕方ないみたいな論調なんですけど、それにしてもちょっと下げが激しすぎたっていうのがこう今週一週間ですね。そして気になるのは円安もありますね。え今週のゲストはマーケットリスクアドバイザリーフェローの深谷浩二さんです。よろしくお願いします。 後で詳しく聞きますね、あとで,、ね、でやったのかと、<laughs> なんかもう、うですね、なんかもうね、刑事ドラマ見たんですけど、やったのかというはずですけどね、あと、はい、でまた詳しく教えてください、あの数秒後になりますから、用意してくださいねそれではマーケットアナライズで資産運用を考える習慣を。 まずはよりグローバルな視点からマーケットを分析していくグローバルラップです。お願いします。はい。やっぱり今週の場合は日経平均から語る必要があると思うんですが、えっとねちょっとクローズアップしてみても欲しいんですけどね。ここのこの上髭なるこの,、えー、こ,のこの陰線ありますよね。はい。これ月曜日なんですよ。ね。でこの月曜日にえー、っと。 えっと東京の株式市場がオープンする前に日銀短観が発表になったんですよ、はいで。とても良い内容だったんですよ。これで、えー、経済が成長していることが確認できる企業業績がか改善していることが見えるでここの上ひげがある通り午前中はすんなりと上がりだしたんですよ。えー その前の週、アメリカで、えー、FOMC が,、ね、があって、ですそうそうそう、それで,、えーっとですねえー、いろんなことがあったんですけれども、最終的にニューヨーク・連銀総裁のウィリアム総裁が、もう利上げはあのやらなくてもいいかもしれないなんてことを言ったんで、とりあえず落ち着かなと思って、いいスタートを切った、えー、東京の株式市場なんですが、はい、5番に入ってから急落が始まったんですよ。 ポイントはここなんですよ月曜日の午後から急落が始まった、はい、月曜日の午後からということでピンとくるのはこれはは犯人はヨーロッパ勢だと私は思いますー、うん、ヨーロッパ勢が動いた、はい、でかなり、えー、極端な動き方をしたなというふうに思います。でそのまま引きずるように火曜日の落ちで一番激しかったのはその投資の日10月4日水曜日。 ここ見てもらうと3万1000円のところにどうもまあオプションなんですけれどもここでこれを切ったら売らなければならないというような仕組みが大変多くマーケットに組み込まれていたと思うんですね、うん、でも自動的にオートマティックにですね水曜日はもう全面売るという感じになったと思います。はい まあ、ところが、それで一応売り切った形なんでしょうかね、ここで売り切った形で当面、まずはここで木曜日、この日の水曜日の夜に、ですねまた後ほどあとで言いますが、ADP というですね、はい、アメリカの雇用統計の前哨戦、予告編みたいなですね、えー、データが出るんですけども、そこで予想外に、えー、雇用者の伸びが少なかったので、うん、アメリカの経済が鈍化しているのかもしれない。経済が鈍化しているのならば これ今日のテーマになるんですけれどもこれ以上利上げが必要ないかもしれない、うんえー、高輪の大合唱もう,うるさいほど響いていた高輪の大合唱もう終わるかもしれないということで少し反発している、はい、今日今、われわれっているのは金曜日のです、ね、午前中なんですけれども今日金曜日の午前中の段階でも3万1000回復しています、まあ、問題はこのあと今晩発表される雇用統計になるんですけれどもそ,、ねはい、そのあたりのところは置いといて話を前に進めると。 問題はこの10年金利10年金利が4.8をタッチする30年の金利は4.95ということで5%までタッチするただ、ここはですねちょっと専門的な話をさせてください深谷さん、この辺の動きなんですけどね特に4.5を超えてからなんですけどもこれって例えば先物を空売りしている人が踏み上げ相場、えー、ショートスクイーズというのがありますが。 えー、買い持ちをしているロングポジションの人の,の場合もです、ね、ロングポジションのスクイーズ押し潰されるロングの投げというのがあるんですけども債券市場で何かしらそれに近いものが発生した可能性長期金利というか債券でこれだけ短期的に激しい動きをするのはそういう債券のクラッシュがあった可能性が、ねね、4.4あたりそのあたりまでこうの買ってた人がいるみたいなんですよね。ね、うんまあ、そんんなにも上ががらんだろうと金利が、うんうん ところが、まあ、それがこう投げさせられちゃった、うんね、っていうのが4.5超えてこう急ししてったところなんでしょうかねそれで問題のですね、はい、当然長期金利が上がればこちらも150円にタッチする、えー、150円にタッチしたその日のことは記録に残ってるのか見たらおなんかこう恐れ驚くような動きで150円 ですぐらいその後、はい、そのタッチした瞬間に今度は147円,14円の前半ぐらいそこから、はいえー、水木と一応150円は触れなくて、はい、少しずつ切り下げている、はいね、やったのかと難しいんですけどね。あのー うん結局、資金需給あの日銀の資金需給にこれ、やると出てくるんですね、事前に,事前にあの資金需給というのは財政の要因でいくらプラスです、マイナスですっていうのがもうあ,あらかじめあって分かんないかもしれませんが、えー、日本銀行は毎日毎日、今日の日本国の円の需要と供給、こうなってこれぐらい余ってるとか、これぐらい、うんえー、足りないとかで、それが足りないから例えば日本銀行が放出するとか、余ってるか吸収するとかっていう。はい えー、そういうまかなその数字を出すすすんででねそう事前に言われてたものに例えば介入があると、はい、2、まあ、営業日後にそのその財政の要因で円資金の供給が予想されてたよりもどんと多くなるんですよね。財政ですから、えー、財務省が日銀に委託して政府のお金、はいうん、政府のドルを売ったわけですから売って円に換えたんで。 ポンと増えるはずだって。そうなん。だから、それを見て、見てて、実際やったのかって、やった、<laughs> やってないのかって話なんですけど。どう、どうもあんまり変化がないので、うんはい、やってないかもっていう。感じ。ええ、読み後ということは。うん、分かるのは。そうですね。もう目、僕。 金でわかるはずなんですここ。ただここはこれ火曜日なんで、ええ、火曜日の夜なんで実質これ水曜日扱いになるんですよね。そうですね。水曜日だと水木金になるんで、金、はい、だから今撮影をこれ行っている、ええ、今の時点で分かってるはずなんですよ、ええ。そうですね。だそれがもしかしてあんまりなかったんじゃないのって言われて、ただあのやっても金額が少ないとそんなにこう増えないですから、ええはい、まあちょっとねそこはわからない。 いやでもだとすると、うんうん、じゃ誰がどう動いてこの一瞬の大きないやいやでも例えばねレートチェックをするとかある、はいはそうだなまあ1000億ドル未満かな1000億円未満かな1000、はい、億円未満の介入なら見えないかもしれなあんまりわからないかもしれないですねだからこうまああのその時間にあ今いくらですかって要するに聞いてくる、はい、電話がかかってくるとみんな えってなるわけで、そうするとまあちょっとあのう得かっていう話になるんで、それがこうぐるぐる過剰反応でドンってなることもあり得るんで、えー、何があったんだろう。多分やったと思います。私は。あ、会員ですか。うん、あの覆面で、うん、小額で、うん、で多分小額でやりながらそのこのペースで一ヶ月間ずっと。 忍耐強くやるんじゃないですかね。えー、そうですよ、ね。まあ月末になるとね、結局今月の介入実績っていうのは正式に出てくるんで、うんはい、まあわかるんですけどね。<ー>まあ、やったのかやってないのか。ちょびっとずじゃないですか。やってないかもしれないし。まあ福和さんの立場はね、間違えることはできないので、えーね、あのまだ断定はできないと思うんですけど、まあ、断定はできない。 ややっってててななくくももおかしい状況ずれにしてもいいつあってもおかしくないだ,か、ね、いしいだからやらなくてもあのこういう値動きになるっていうことは、うん、まあみんなもうとにかくお金びっくりっていうことではあるんでただこれドル売り介入っていうのはドルを放出してるわけだから、はい、面白いことにアメリカが金融引き締めをやってるのにアメリカが ドルの金融緩和を日本銀行もやってくれていなると、ね <laughs> まあまあ、ういう非常に興味深いんですけどもね,ねちょっと意外な動きをね、はい、チャートにして改めて見ると日本の日経平均と違うのがこちらナスダックなんですよ。えー、日経平均がほとんどまっすぐ下がっているのに、はい、実はナスダックは先週の売りが結構きつくて、うん、今週はそのリバウンドを試すリバウンドを試すんだけどもう一回売られたというそういうような絵になってるんですね。はい これもまだ、えー、真相の解明には時間がかかるところなんですが、まあ、雇用統計を見た上で仮にこのダブルボトムをつける形であれば、うんえー、今回の下落はショック的な売りだったという形になると思うし、はい、そうでない場合はもう一度です、ねえー、分析をやり直さなきゃいけないかなというふうにも思いますただ一方でナスダックがこういう動きをしているのにダウの方は日本株と大体同じような動き、ね、こんな感じですね。うん でドイツ、ダックスもこういう動き、同じような動きですですイギリス、フッツィもこういう動き、うん、さらに原油もこういう動き、はい、さらに金もこういう動き。まあ、ということは、今起きているのはこれ何かというとリスク資産圧縮、つまりポートフォリオ圧縮なんですよ。債券、うん、もポートフォリオですからですすかからら 何かの力まあ原因はタカ派の大合唱から始まるんですけども原因は金利上昇なんですが金利上昇によってえおそらく大きな機関投資家が持ってるポートフォリーを一時的に撤退せざるを得ないあるいはレバレッジをかけてたポジションかもしれないあるいはどうしてももう損切りしなきゃいけなくなって追い込まれたのかもしれないとにかく資産を日本株が憎くて売ったとか債権が苦しくて投げたとか。 あるいはダウを苦しく投げたそうじゃなくて全部の資産を一斉にぎゅっと締めたのが今週の動きでその動きが月曜日東京時間日本時間月曜日の午後から動いたやっぱりヨーロッパ勢じゃないか,なと,ですかという私の、まえー、見立てでございますはい今週のグローバルラップでした。 では続いては鈴木さんが選ぶ今週の良かった銘柄と悪かった銘柄を発表する鈴木一之,之の今週の MVS のコーナーですすお願いします、はい、あの,ここの銘柄の動きというのはやっぱりすごく少なかったよう,うに思うんですけど、ねうん、あの、はい、もちろん個別の銘柄を持ってもらいましたあまずこれが日経平均にやはり一番大きな影響を持っている銘柄が今週は今週先週、今週が珍しくこのやっぱり影響を及ぼした。うん といううう週だったように思うんですねであの直近のピークは9月の15日ですね FMC の直前ですね原油価格が最初に90ドルを突破したところから下がってきたあの日経平均は3万3600円をつけていた時なんですがそこからいっぺんに下がってきて、まあ、今週に至っているという状況ですであのな何がここまであのいろんなことが言われましたでファンダメンタル的にはやっぱり中国の景気が悪いんじゃないかあのファーストリーティングは今や中国関連銘柄というふうな位置づけでもある。 いうで月次が残暑が厳しくて9月の月次がマイナスの4.6%と今回発表されましてそれは過去1年間一度もなかったぐらいに大きなマイナス幅なんですね。まあ、それがあの下落の最後の最後に出てきたという状況でこれが一つ日経平均を下に押し下げているという、まあ、このところは半導体関連株が随分影響が大きかったんですが、えー、珍しくファーストレイティングが今回目立っていましたね。それれから日、えっと、日本製鉄ですこれあの先週の木曜日が あの9月の権利付きの落ち日だったんです、うん、配当金を落としてでそれまでは配当金を取っている配当日前に5%を銘柄ですので9月末に配当金を取りたいというのでそんなに売りが出なかったで配当金を落としたその日はまだ良かったんですがその翌日の金曜日ぐらいから大きく下げ始めてで週明けももっと下げたという状況です。ももし中国の景気をもう一度 あのクローズアップしているような状況で下げているのであれば、鉄鋼株ばたりも下げてしまうのかなという状況でしたけど、まあ、そこまで考えることはないのかもしれませんが、やっぱり大きな下げになったという状況です。で、同じようにこちら、それはエネオスホールディングス、資源エネルギーのところが一斉に下げているて、まあ、原油価格も急落したというのもありますが、これもまた配当利回りが非常に高い銘柄で、はいえー、9月末まで、えーまあ、株価は、バリュー株の流れで駆け上った状況でありましたが、それが、えー、土点反対の動きになったという状況です。 まあ、ほとんど、8月以降の上げを打ち消してしまうまで下げましたね。まあ、とにかく下げは大きかった。で、問題はこれなんですが、あの、三菱商事は、あの。 総合者全般ご存知のようにバフェット銘柄として5月、6月の上昇相場を引っ張ったで7月、8月はほとんど動きがなかったんですが高止まりを続けていて最後の最後9月になって、えー、まあ一番出遅れていたでもちろん配当利りが高い銘柄として最後の最後に買われたんですが、まあ、これが配当金を落としたというところからいっぺんに売られてしまったという状況でここまで下がってきた、うん、売られなかったはずの銘柄が、まあ、今週は大きく売られた、まあ、ここまでの3銘柄個別具体的な材料ではないんですが同じように下げてきているという状況です。 状況でした。はい、ただ、一方であの下げていなかった。銘柄はこれ。最後の最後にあの銀行株です。ええ、で、特に九州フィナンシャルグループあの肥後銀行熊本と。 鹿児島銀行の2つの銀行が経営統合してできた九州フィナンシャルグループで熊本は今一番ホットな地盤でもありますので,でこれも高止まりしていたものがちょっぴりこの1週間下げたんですがしかし後半部分にはまた盛り返してきたまあ金利上昇を数少ない交換できるセクターとしてそれが本当かどうかはともかとしてマーケットではそういう位置づけになってますので,であのメガバンクを中心に地銀株も含めてちょっと あの高止まりしていたものがちょっぴり下げてほぼ値を戻しているという動きが今週はありますね。少し落ち着いてきた状況に見えますで、まあ、問題はというか JPX 日本トレーグループはこれはやっぱり高止まりしていて大きく抜けてきています。あの岸田総理がニューヨーク経済クラブで講演してで海外の運用機関を日本に誘致する、うん、経済特区を作るさまざまなその調子から投資への本格的な動きを今出しめ始めた矢先で,でそれが軌道に乗ると。 おそらく一番恩恵を受けるのがこの取引所であるということになる本当に日本の企業は PBR1 倍をきちんと回復するのであれば日経平均は3万6千円とかひょっとしたら4万円5万円さらに上に行く可能性がありますので、まあ、その時はその暁には2年後3年後にはもっともっと活躍の余地がある。 で今回、大きなのはあのやっぱり証券市場改革に対して証券会社に対してはあまりアプローチがなくて、ええ、証券運用会社サイドにすごく働きかけているというところが今回の、まあ、岸田のミックスというものはもしあるとすれば一番大きなあ革新的な動きでありますね、うんあの。マネックスグループに対して NTT ドコモが出資する、はいまあ、そういう動きも起こってきましたのでだからやっぱり大きな停留のところでは変化が出ているなというのはこの JPX の動きから見ると感じられますね。 もう一つ最後になりますが札幌ホール全くそういう動きと関係ないところに位置している銘柄は数少ないんですが一つありますこれ12月決算で,で配当利回りがまあそこそこ高いとでこれはの内部を大きく変えようとしている代表銘柄ですであの自分のところの政策保有株をもう2年5年越しにどん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 売却してで手にした資金を成長投資にどんどん振り向けている。 でまあ、もっと言えばそのビールに対する酒税法の改正が今年来年までいってましてそうすると、まあ、今あの世に出回っている3種類のビールビール的なものまあ本当のビールとそれから発泡酒とそれまあいわゆる世間にいる第三のビールというのの税率が統合されるそうするとやっぱりビールにみんんな行くんですね、うん、でキリンや朝日はいろいろやってますがやっぱり札幌は <laughs> ビール一本やりで来てるようなところがありますから。 やっぱりここにメリットが出るということで非常にしっかりして年少年高値を更新してまいりました数少ない動きはこういうところに見られますねはい今週の NVS でしたでは続いて岡崎さんの今週の注目ニュースですお願いしますまあやっぱり今週の世界で何が起きているのかそれをですね、えー、細かくディテールを クリアにしていって見つけていってですね、はい、はっきりさせて今何が起きているのかを確認してみようと思います。そのためにちょっと作業は古いデータからになります。はい、今年の6月以降の日本株の動きです。 まずは青い折れ線グラフを見てくださいこれ右軸になります、えー、日経平均株価の高値はここですね7月3日に33,700円ぐらいつけたんですねその後高値を抜けないまま33,000円ぐらいがなかなか重くて34,000にタッチできないまま、うんえー、通り道日産4日ぐらいだったのかなでここで一気に急落してるんですね一方でトピックスというのはこんな風にじわじわ上がっています、はい、トピックスの高値は実は9月19日なんですよ、ええ この時差は非常に重要なポイントななんですねなぜかというと日日本本株の本当の当高値は9月19月ですでここは先物が主導した先物が見越して買っていった要はここまで先物が主導して買っていってこれ先物から現物株ポートフォリオに今日のテーマですけどもポートフォリオが作られていった時間がここからの大体まあ2ヶ月ぐらいだったとでここで日本株が高いなんですね。うん この間に、えー、この6789という3か月の間に、はい、FOMC が3回行われましたこんな感じです6月の FOMC その後高値6月の FOMC は思い出してほしいんですが利上げが見送られました7月の FOMC この時は利上げが行われましたその後九9月の FOMC 利上げは見送られたんですが12月にもう1回利上げをするぞという人が12人もいて。 でこれで、えー、市場はまた利上げをするのかと,と、まあ、がっくりきたのがこの日21日です、うん、この後急落ですやっぱり今回の最終的なこの日本株にが大きく受けたダメージはこの FOMC でタカの大合唱が生まれたある意味もしも10月4日が当面の安値であるとしたらこれある意味タカショックに近いような動きだと思うんですね で日本株はこういう動きなんですが、うん、実はアメリカ株およびほとんどすべての株はこの7月31日前後ここがピークです、はい、世界はだいたいここがピークです世界はここがピークでこの9月の FOMC のタイミングがピークになるのは私が調べた限りでは日本とインドだけでです、えー、違いは何なんでしょうそれは日本が唯一金融緩和を続けている。うん、つまり 世界中が利上げに向かう中で資金はじゃあ少しでもパフォーマンスが良くなるようにというそういう思いで日本株へのですね投資があったのでしょう。なかなかヨーロッパの株もアメリカの株もここが天井ですからこの辺りが他には買えないところがないということで一つは金融緩和が続く日本そしてもう一つは成長が著しいインドとこの二つがですねこの間にお金を集めていました。 しかし、はい、このあと、えー、何が起きたかなんですが直近の高値から安値までを見てみると世界の株価はこんなふうに起きました、えー、日経平均は9%ぐらい下がっていますトピックスがここにいます。これは、えー、繰り返しますがこの6月から9月の高値をつけてから、はい、安値をつけてまでの当落率です一番ピークから一番元まで、えー、ここで一番重要なのは SP500 が大体8%弱7.8ぐらいの下げです。ということは実は さほど大きなな下げじゃないんですよーん10%を切ってくるとこれは完全にコレクションに入ったということで、えーはい、欧米のプロフェッショナルな投資家たちは戦術、えーはい、取引のやり方戦略の立て方を変えていきますが今のところここを超えてないということはもちろんこれからもっと大きな下げがあるかもしれませんがこの辺りで下げが止まればこれは一過性のものだ、はい、ショックであるというふうに解釈すると思います雇用統計非常に重要なところです。でここで注目してもらいたいたのは 例えばインドはこんなふうにあんまり下がってないところですね。で大きく下がっているのがアメリカの中古型株こんなふうに、えー、それなりの,、まあその将来的な不安であるとかそれからまあサイズの、えー、流動性の問題であるとかこういうのがあると思います。ここでもう一つ気になるのがここにドイツがありますよねそうですねイギリスがありますよね。はい、フランスがあまりされていんですよ確かに、うん 私はここだと思いますね、んどういういことでしょうここここだと思いますねここから、ここからまあ売りが出たんだと思いますあそれはあの前半部分の話につながってくる、はい、おそらく震源地といいますか、フランスからでっかいですね、フランスの大きなポジション、フランスの大きなポートフォリオが、ポジションの縮小に入って。ああで しかしこれ当然打ち返しもありますから、まあ、フランスをフランスの,あの一応本バイアスをかけますので自分のところの、ね、フランスから見た、まあ、グローバル投資なんですけれども一部まあ減らすんだけどもフランス内部に関しても落ちてますけどこれは打ち返しがありますからあの一緒に連鎖していきますからあるんですけども、えー、こんな形でですねフランスだけが浮いてるっていうのを見るとこれはヨーロッパだろうヨーロッパなんだけどフランスだろうなとまあ思ってるんですがこれはまあ妄想だと思ってください。いつの日かかかるかもしれません でショックであるならばというところなんですけども、掘り下げていきたいと思います。はい、今度は7月の FOMC 以降の動きに焦点を当てています、これ、6月、今までは6月の FOMC から見てましたけれども、7月の FOMC、一応利上げがあった FOMC、7月26日ですが、そこからアメリカの金利は、これ、青い折れ線グラフです、これ、左軸を見てください、当時3.8%でした。うん これが利上げが行われたから4を超えてそして4.4ぐらいまで行きます 4. 4ぐらいまで行ってどうもゾーンが4から4.5というゾーンに入ったんですがこれがですねこの9月の20 2021でしたかね FOMC この時は利上げはなかったんですが予想を見てこう上がっていきます一方でこの赤い折れ線グラフを見てくださいこれはアメリカのビックス指数アメリカの予想株価変動率ですね まあえー、通常恐怖指数と言われてますがこちらのグラフですねあの軸ですねこれが大体まあ、えー、大体13から18ぐらいの範囲で、まあ、比較的落ち着いていた、はいえー、金利の上昇はあったんですけれどもここで止まってその後こんなふうに急激に落ちていってでこれでもう大体マーケットはこの4から4.5%に上がる長期金利は折り込んだ落ち着いたように見えるんですがそれを壊したのが 9月の FOMC です9月の FOMC 以降長期金利がもう一段の急上昇を受けるでここで先ほど深谷さんも指摘したようにここでまあ落ち着いたと思ったポジションの一回全部放出があったと思いますで長期金利が上昇するっていうことはこれは相対的な株式の価値が相対的な価値が崩れることになりますなぜか,かというと金利が上がっちゃいますからいろんな金融商品がある中の株式っていうのは一つですからその他の えー、金利に基づいて価値が決まる債券の価格が安くなりましたからそうするとそちらの方にお金が動いてで株が減らされる金が減らされるあるいは、えー、原油が減らコモディティが減らされるというのがあります、まあ、でもいずれにしてもここで一斉にポジションの修正があったと思いますでポジションの修正がががあれれば今度は当然株が売られるとということを察知ししてボラテリテリィが急上昇します。うん ボラティリティが急上昇すると今度はこの急上昇したボラティリティを見て株がもう一回下がりますなぜかというとボラティリティが上がるというのはこの番組でも何回か取り上げたリスクパレティというのが上がっていますからボラティリティが高い時は株を買っちゃいけないよっていうのが金融危機以降に生まれた新しいルールなのでもう一回株が売られるこの株が売られるとこの売られる株を見てまたボラティリティが上昇する負の連鎖が123と連続して起きたのが 10月4日投資の日までの環境だったと思います<ー>こういう環境っていうのはでも今始まった話ではありません<ー>時としてこういう環境が起,こな起きることがあります、はい、一番近い例ではっきり覚えてるのが、えー、おそらくごろテレビをご覧になっている方もマーケットアナライズであの時今から5年前ですけども詳しくお話したこちらですビッグショックっていうのがありましたありました 2018年の1月から2月にかけてこの時もアメリカの超金利、これを見てください、左軸当時はまだ 2%, 大です2がじりじりじりと上がってこの2.75を超える瞬間にです、ねはい、それまでおとなしく、おとなしく右軸10%ぐらいの極めて低いで落ち着いていたボラティリティが突如として上がっていきます。ここれ、まあ、なんでこのだったかとというと この時、アメリカの中立金利 fomc の中立金利だいたい2.7。5から3ぐらいだったんですよね。いよいよそれまでは金融緩和の時代だったのに、これ金融引き締めの時代が始まるんじゃないかっていう。その警告を長期金利が出したんですね。3%を超えるまで行ますから、3%ぐらいまで行きますから、はい、で、ここで一気にですね。こんな風にボラティリティが上昇したんですね。ただ、このボラティリティと長期金利というのは？ 実は何の関係もありませんんそうなんです、ねうん、なんか一見するとボラティリティが上がればあるいは長期金利が上がればボラティリティが上がるとか、はい、あるいは長期金利が下がればボラティリティが下がるっていうふうに思われがちですけどもこの表を見てくださいこれは90年の1月ッ i x のデータが発表されてから23年の9月今年の9月末までの間に。 1か月間にボラティリティが上昇した月、うん、でその上昇してなおかつ長期金利も一緒に上昇したというのが98か月ありました、はい、でボラティリティが下落したのに長期金利が上昇したという月は99か月ありました同じくらいでこちらはボラティリティが上昇しながら長期金利が下落したというのが90か月ということでこれ見てもらうと全部同じぐらいあるんですよだから本来はこの2つはこの長期金利とッ i x には関係はないはずなんですが、はい、時として 時としてこのように一緒にに動くとなるとでこのようにしかもこの時のように極端に今回の場合9月は長期金利は大体0.48%上がりましたしボラティリティは3ポイントぐらい上がりましたから、まあ、この時も1か月間で月12月から1月にかけて長期金利が30ベースぐらいですかねボラティリティはこれは25ポイントぐらい上がったとんでもない動きをしたんですがこれだけボラティリティが上がると株価はビックスショック2018年の1月26日から 18年のの月8日までの下落になりましたこれと比較してみましょう今回の、えー、アメリカの株式市場の下落はこれまでのところ10月これは3日です翌日東京が10月4日なんですけども7月31日から10月3日かけて7.8%あ、はい、の時に比べればましだけれども、うん、特にこのここでの下落がやっぱり厳しかったここでの下落は織り込めたんだけどここでの下落は日本株も一緒になって 道連れになってしまったというような感じです。で、ここからどうなるのかっていうところが、はい、あの今日のタイトルにしようと思ってるんですが、はい、私は高波ショックだと思います。これは、うん、FOMC の9月 FOMC における高波のこんなにも高波が多かったのか、でもう終わったと思っていた12月に利上げがあるのか、ここで起きた一時的なショック。 であると思いますただまあショックって言ったらですね一応アメリカ株は10月3日がボトム日本株は10月4日がボトムでなきゃいけないんですよ。これがまだまだまだ下落があるとか、えー、そうやってまだ連続性のあるものならばショックっていうのは一回ドンと来てその後戻るっていうパターンですからショックであるかないかっていうのは今度発表される雇用統計ここがキーになります。でさらにもう一つ言うと次の CPI もキーになっています。 おそらくプライスアクションだけで見るともう十分すぎるぐらい動いたんですけれども、はい、なんといってももともとの震源地が FOMC ですので、はい、高派のでコア、ね、表の竹、えー、錬金議長さんたちが、えー、どれぐらいですね、えー、穏やかになってくれるかなというところが今後の展開を決めるからと思います。はい、引き続き続 よよう、う観察という感じでしょうね、うん、お医者さん的にはまだ心配できないけれどもショックであってほしいなというのが私の切なる願いですこれで終わりであってほしいあってほしいですね岡崎さんの今週の注目ニュースでした続いてはアナライズプラスのコーナーです ここからは、マーケットリスクアドバイザリーフェローの深谷浩二さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。介入のことは、はい、状況がよくわかりました。うん、だけど問題はトレンドですよね。はいうん、そうですね。これを、今日は徹底的に詳しく教えてください,、はいはい。そうですね。まずはですね。まあ、そもそも論、でいくと、うん、まあ。去年のね、円安百五十円台行った時は、もう大幅に日本の収支は。 悪化ししてまた貿易収支はもう毎月まあ2兆何千億の赤字どうなっちゃうのっていう話ぐらいになっていてもう,もう大量なこう円売り圧力はもう実需の方でかかってたって形ですよねでそれが今もうここなので、うん、まあまあほぼほぼもうこのコロナ前のところまではあの、まあ、戻りましたっていうことですよねだけどこうなってますっていうまあ円の,円の方はまた ドル高いい安に触れてるっていう形ですよねまあこれまあもちろんね長期金利がアメリカ上がってるからっていうことはあるんですが、はい、まああのまあそれはちょっと置いておくとしてやっぱりあの円売りのやっぱり冬季的な円売りこれはまあ重ねるんでしょうねっていうところですかねあの。去年のところの150円いったところっていうのは、まあ、貿易収支もまあ悪化してましたし。 まあもちろんそれに乗っかってやっぱり当然投機の円売りも増えてましたっていうことでまあその後はまはアメリカの金利がねあのちょっと下がったりしてま,あまた戻ったり戻ったんだけどまあまあまだまだ利上げっていうことで金利がまた上がってってっていうことでそれについて円売りもまあかさんでってっていう形でここまで来てるだからまあ貿易収支の方は改善してるんだけど投機の円売りはまあどんどん増えてるっていう形でここまで来ましたっていうのが。 ここの姿でまあまあシカゴのポジションはねあの氷山の一角なんで、まあ、ボリューム的にね全部を示してるわけじゃないですけど、うん、まあまあ,あの傾向としてかなりもうマックスまで円売りはかさんでた状態ではあったんだろうというところですかね。うんうん、なのでまああで不安定っちゃ不安定ですかね。と、はいまあ、中心で円売り円いにとってるとするというとですね。そんな状こでここまで来ましたねってね。というところではあったと なので、まあ、あとはこれ、あのそうですねあの、アメリカの直近年の動向を見てやってるんで、じゃ、まあ、直近値が下がるんですか、どうなんですかっていうところで、まあ、足元、さっき、来、岡崎さんお話した通り、足元踏まれて、直近年上がってるんで、うんまあ、理由はどうあれ、直近年上がってるから、うん、あまあ,あの、円売りだみたいな、ドル買いだみたいな話になってきてたところが、まあ、落ち着くのかどうなのかっていうところになってくるんですけどね、そこはね。なのでまあ 今度のま今、あ、度の雇用統計含めてこの先のアメリカの112月期のけざしをですねこれ本当に弱いのかどうか、うんあ,まあ、あるいはまあ強いままいっちゃうのか<え>まあそこら辺はまあ一つポイントなんですが、うん、まあちょっとまあ弱めの数字も散見されるような感じではあるんでそこ、うん、はい、まあどうかというかって感じですよね。そうですね、えー、だと思います。で、まあ、ちょっとね介入があったかどうかっていうところがあるんでそのボラティリティちょっとねそのオプションの。 為替のオプションのボラティリティ見てみたものなんですが、まあ、これあんまりないあのここ数年ってあんまりないパターンでボラティリティが実はこれ上がりながらドル高円安になってる、うん、普通あのボラティリティ上がるとあの円高になるパターンが多くてだったんですが、まあ、去年なんかはボラティリティこう予想変動率なんかこう荒れ相場になりながらどんどん円安になるだろうみたいな、うん。 そういうい状況になってたんですよ、ね、なのでまあ去年のこの辺りなんかあの150円いった時なんかはそのボラティリティが確かに上がってて円安になってるから、うん、まあそれはもうちょっとけしからんみたいなことがあって、うん、それは介入やってもいいだろうっていうことだったとは思いますけどここ最近は実は割と為替に関して言うとボラティリティ予想下がっていて、ね、まあまあ じりじり上がってるから、うん、まあそんなに荒れ相場にならずじりじりいくんだろうみたいな形になっててなるほどこれだけから言うとここは何かこうやる理由があったんだけどここは何かビオラティーティそそあの上がってないよねっていうことでいくとそれあんまり介入やる理由にならないよねっていうことではあったと、うん。マーケットのセンチメントは去年は去年はえ文章で言うとこんな感じですよね。 こんなに上がると思ってなかったとかドルがこんなに上がっちゃ困るんだと。 ドルが上がっちゃ困るからドルが上がった保険を買いに行こうドルが上がった時に困るからドルが買う権利を買っていこうということでオプションが上がっていって一緒になってドルも上がっていったと困ったことになりましたっていうのが去年の円安だったものすごい円安なんじゃないのみたいな感じだったのは去年だけど今年はそれは円安だろうとアメリカが利上げしてて日本がかたくなに変わっていってんだから別に驚くことじゃないだろう驚くことじゃないからボラテリティは下がっていく。 保険をかけるほどのことはないだろううううというよなうなな動きににってそそですね,そですねそんな感じからまあただですねそうは言っても値、ね、動き的にはまあこれだけかなり変動幅が多いんで、うんうん、まあ前黒田さんなんかはそのいや一日の23円の変動はちょっと大きすぎるみたいな話ではあったですが、うん、今はそういう動きになってないですよね<ー>実は。あのもうみうな一日で23円動くってことはあんまりなくてただ、うん、トータル的に言と。 かでまあまあ神田さんは神田財務官はいやいや年初からの動きで見たらかなり過度な円安、うん、だってことで、うん、の過度な変動っていうのに新解釈がこう出てきてだからまあいつ介入してもいいよねみたいな話に。ある意味黒田さんの発言黒田さんは日銀の人間だから本当はそんなことを発言する。 力というか権力はないんだけれどももともと財務省出身なんで,で1日23円というようなその変化幅で見てたんだけれども神田さんはそういう意味では、ね、なんとなくやっぱ水準論を持ち出しちゃうと本当はあの反則技になっちゃうんですけどまあただあのボラティリティというのをもうちょっと長いエスパンで見てえこれだけ過度な。 その円安っていうのは、やっぱりちょっとまずいよねっていうことを言い出して。ただ、どうなんでしょうね。うん、ボラティリティがこう下がってきてるから、はい、仮に、仮に円高に触れたとしても。はい、去年見た、去年から今年にかけて見た、百五十二円から百二十七円という、うん。 その過激な修正ですよね、これは今回は起きないということになりませんかそうですね、多分そうなんだろうと思いますうん、そんなに大きなあのズドンというのはないんじゃないのかなとは思うんですけどもね、そこにおいては。うん、やっぱりその、先ほど来、岡崎さんお話しされてた通り、いろんなマーケットで結構こう、ポジションをギュッと締められました、ね、ク まあまあの円売りもリスクポジションですからやっぱりそれはあの閉じなきゃいけない、うん、しかも円売りのポジションって儲かってるわけですよね、うんはい、だから他かで損した分を穴埋めしようとしたら<ー>やっぱりそこちっちでき出しあ<ー>まあまあ合わせ切りみたいな話が起きてて。<laughs> <laughs> まあだから介入じゃやっぱりなくて介入じゃないのかもしれないです <laughs> <laughs> もんし,したらだからその閉じてそっちで液出ししなきゃいけない人があの同時にやった可能性はないこともないかないタイミングがあまりにも一致しますからねう<ー>そうなんですね<ー>んそんな感じはするかなっていうところですね <はい S 1> でまあこれはあれですねまあそのさっき話したまあドレー相場とまあ直近でほぼパラレルですけどまあそのド隷相場自体がやっぱり あのポジションで結構動いてるっていうところもあってまあまあ10年最後になると円のポジションを見るとまあまあ金利上がりながらこうやっぱり円売りポジション増え,増えてきてるっていうところがあったんで、まあ、この人はだから聞くとどっち行くのもう終わったんですかって金利上昇がそういうところですよね。なのでやっぱりこの辺は経済指標に左右されていくるでしょうしうんうん、うん、やっぱりマーケットこれだけ荒れてくるとあのやっぱりニューヨーク連銀の総裁とサンフランシスコ連銀の総裁が、はい。 まあ利上げもういいんじゃないのって言い出してるってところも、うん、まあちょっとだからマーケットがこれだけ荒れてる特に米債のマーケットこんな荒れてるのがなんか新玄鎮になっていろんなこと起こってるのにちょっとこうなんていうんですかねあの抑えにかかっているような感じもしなくもない、うん、<laughs> ただ気になるのはねそのさっきお,おっしゃったサンフランシスコ連銀とニューヨーク連銀まあどちらも今のニューヨーク連銀の総裁ウィリアム総裁サンフランシスコ出身だけども。 かなりそのマクロ的な分析に長けたグループじゃないですかで地盤がね地盤というか地域が民主党が強いところじゃないですか今回のヨフグム虫でアメリカのヨフグム虫で完全に分断されてタカ、えー、派とハト派、まあ、特にタカ派の超タカ派っていうのがいるんだけどこれって南部に多くて、うん。<laughs> でかなり共和党的ななところんかね、アメリカの議会を見てるようなね、<laughs> <laughs> FOMC がそうなっちゃっても困るんだけどね。まあね、FOMC メンバーも分断してる感じは、ねね、そこは早いこと収束があってほしいんですけどね。ねそだからまあ,、うんあの、やっぱりそうそう経済指標がやや弱めのものが出てくると、さすがに高浜も矛を収めざるを得なくなるでしょうから。うんうん あまあ、ここ、どうでしょうね、やっぱり1、2か月の使用って結構、重要ですよね、うん、であと年内、本当に利上げがあるの、ね、まあちょっと今、ない方にこうに、うん、少し傾く気がしますけど、そっちに傾くと為替的にはやっぱり、あやっぱりドどれ、パソコン150円がピークだったかもっていうことになるかもしれないですよね。でももこればっかりはねメンバーも 12月に利上げをして、はい、来年もまた利上げをするというです、ねまあ、そういう超高派の蓄電機もいますのでねでそういう人たちが金融政策をコントロールするものですからなかなかですね債券市場だけでは売らない債券市場はやっぱりついていくしかないので,でそのついていくしかない債券市場に官房市場もまたついていかざるを得ないというそこがそうするとまた投げが債券の方で、はい、続き 続くと、まあ、どっちか分かなないです微妙なんですよね、うん、金利上がるっていう意味では確かにあのドル円まだ上かっていう話になるかもしれないですけどさっきみたいな話でリスクも落とさなきゃいけないって話になると <laughs>、はい、まあ手仕まいでなんかこう金利上がると逆行して円高にいく可能性もないことはないと、うん、それはでもアメリカは困る話ですよねだってドル安債券安株安はト,トリプル安ですもんね。そうですね,ですね一瞬ながら今週なんかそんなようなね、うんうん、まあ匂いもあったっていうい、ね、ところですからね。うん これはあの深谷さん、も本当にお話しするのすごい難しいと思うんですけど深谷さんの見立ては今後どううでしょうかいや一応、ね、もう,もうピークは打つレベルにはあるとは思って、うん、はい、いるんですよ。はい、で、よくて横ばい、はい、で、まああの、普通にフールシートのシナリオでいけば、まあまあ、3か月とか半年ぐらいは金利の高水について、その先、利下げなんでしょうから、それを織り込んで、来年入ったら、まあ、どれもしたということなんでしょうけど。 うんまあ、だかだそこがもうちょっと手前になる可能性もないことはないのかな手<前>あのもうちょっと近く、ね、<あ>年内も,もうすでにピークアウトが始まってるっていう可能性もないことはないから。うんうん、だらそれはまあこの1十二2月で利上げがもうないことを確定するとか、うん、まあそれの根拠になる兆し方の良さがまあ出てくるとかいうところですよね。それを確認するかかどうかどれ円と比較して ドルユーロもやっぱ同じように動いてるんですか今は。えっとですね、そうですね。まああのなんかユーロ結構独自に動いてる感じもあって、うん、で要はユーロは欧まあ E.C.B. が先にどうも利上げ打ち止めかっていう話が出てきてたんで、うん、まあユーロ高が止まってユーロ円相場はもうピークアウトを先にこうしちゃってるんですよ。うん、あの円対円相場だと、はい、もうすでにユーロ円相場はもうピークアウトしてる。うん、だからあのユーロはどっちかっていうとこの間先に下がって。 で今、ちょっと下げ,下げ止まって、うん、まあ逆にドルが弱くなるのを、まうん、待ってるみたいな、うん、そんな感じにはなってる感じですかね、うん、1.05近辺。長い目で見てもまあまああいいところのレベルではあるんですけどね158円,円もできましたかそうです、ね、円ユーロはねそれが今もう155円、6円ぐらい。うん なかなか見れない数字でしたね。うね <laughs> 長いことまあ23年かユーロ始まってね。まあカ160円だったありましたけどね。ねそれに近いところに来ましたね。はい、いやーあの雇用統計といいこれから後の FOMC といいなんかもうーと頭てられないですね。まあ我々の番組も休めないですよ、はいはい、本当にしばらく臨戦態勢で追っかけて動画を作っていくしかないなと思います。うん、はい、深谷さんありがとうございました。ありがとうございました。 では最後に番組からのお知らせです b s 1 2エルビで隔週土曜日朝6時からマーケットアナライズコネクトを放送しています投資を始めたばかりの人、新しい認査の準備をしている人そして投資の世界を通じて経済や企業の知識を深めたいと考えている人などにぜひ見ていただきたい内容となっています次回の放送は10月21日土曜日ですぜひご覧ください そして週間のマーケットをラップして投資の情報をお届けしていますこちらの YouTube は引き続き毎週お届けしていく予定ですもういろんなイベントありますからね、はい、ぜひ毎週チェックしていただきたいと思いますくくいチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまたテレビ YouTube でお会いしましょうさようなら